次に青山正幸君。青山正幸君。はい、日本維新の会無所属の会青山正幸でございます。本日も、貴重な、時間ありがとうございます。時間あまりございませんので、早速ですが、まずですね、これちょっと通告にないんですが、今日の本日の委員会での質疑聞いていただいて非常に残念だったところがございまして、それからさせていただきます。私はですね、弁護士でございまして、実はですね、平成18年最高裁判決の後にですね、全国で最初にこの B 型肝炎訴訟を起こした弁護士でございます。でその後ですね、全国弁護団として加わってですね、さまざまな政治的接触、その時には自民党にも大変お世話になったわけですけれども、民主党政権時にですね、主に、内閣官房におられた方とですね、政治的接触を繰り広げて、札幌地裁で和解に至り、この法案成立に至ったというところをリアルタイムでまさに目撃しつついた、弁護士でございます。でその中で今日何人かの委員の方がですね、弁護士費用の問題をお出しになりました。でですね、これ前身が民主党の時の話ですから、よく聞いていただければすぐ分かる話なんですけども、 4% のですね、今日弁護士費用しかないのにそれ以上取るのはけしからんというような議論があったわけですけども、これ本来は 4% 以上、当然弁護士の報酬ですから、着手金の報酬を合わせればそれ以上になることは当然のところではありますけれども、一般的な報酬基準から言ってですね、国からの給付金ということで限りがあるものですから、うち 4% は国が面倒を見るよとされたに過ぎないわけであって、4% しか、そういった弁護団がですね、いただかないことを国と約束したわけでもないし、原告の皆さんと約束したわけでもないわけですよ。でその辺はちょっとご調査になればお分かりのはずのところなんですね。でところがお話聞いてるとですね、なんかそういったところの刑がすっ飛ばされてですね、その辺については触れないご答弁だった。それからもう一つはですね、費用が課題だという話があって、私も気になって調べてみたらですね、確かに例に出されたクレサル系の弁護士だとですね、一番少ない50万円の給付金の時にどうなんだろうなと思うような金額を出しているところもあるわけですけれども、一般的に最もこの問題に取り組んできて、つい先日もですね、最高裁判決を得てですね、除籍の壁を一部打ち破った弁護団、そういう金額にはなってないわけですね。でその辺のところはやっぱりちゃんと調査した上でご答弁いただきたいと思うんですけども、大臣のご見解もしお答えいただければお願いいたします。田村厚生労働大臣。私はですね、当時塩崎大臣の時に多分委員会で何か議論があったのかな。でそれをもってして多分塩崎大臣が弁護士、日弁連とお話しするということを答弁されたんだと思うんです。でそれでその後うちの担当がですね、日弁連に行って、その国会でのいろんな議論の内容をお話をされた、その結果を申し上げているだけでございますので、これ初め基準作ったのもいろんな経緯があったというのは、当時も私も議員で関わっておりましたので、どういう経緯かということもよく知っておりますけれども、事実として今そういう状況の中でですね、日弁連に行っていただいたご返事というものをただに、客観的という話は、我々がお聞きした話ですから客観的ではありませんけれども、そのような形でお伝えをさせていただいたということであります。青山正幸君。はい、まさに大臣おっしゃる通りだと思いますね。それからですね、この問題は、それで、次に行かせていただきます。でですね、この問題、そもそもなぜ国がこの B 型肝炎に、のかかった方々に対して補償をするということになったのか、どこに問題があったのか、厚労省はいつから何を間違えていたのかについて簡潔な答弁をお願いしたいと思います。正林健康局長。お答えします。 B 型肝炎の問題については、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により多くの方に B 型肝炎ウイルスの感染被害を生じさせたこと、また遅くとも昭和26年には我が国でも血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病気であることや、注射をする際に注射針のみならず注射の筒を連続使用する場合にもウイルスが感染する危険があることなどについて医学的知見が形成されていたにもかかわらず、国は集団予防接種等の実施期間に対して注射器の一人ごとの交換または徹底した消毒の励行等を指導せず、注射器の連続使用の実態を放置していたことから
国家賠償法上の賠償責任を負うことになったものと承知しております。青山正幸君。はい、おっしゃる通りなんですね。ウイルス、最初の頃はウイルス分かってませんでしたから血清肝炎と呼ばれていて、それが注射器の連続使用によって、感染を引き起こしてしまうと、それが分かっていながら国ずっと厚労省はそれを放置していたわけですね。理由としてはですね、手間がかかる、費用がかかる、そういったことだったと思います。そしてその放置の度合いが凄まじい。昭和63年に正式な文書を出してようやくやめたということと記憶してますけど、いかがですか、もしお分かりになれば。塩林健康局長。はい、昭和63年に通知を出して、そこまで続いたと認識しています。青山正幸君。実際そうなんです。それは私、昭和60年代の方だったかな、ものすごいお若い方が被害に遭われて、実際それを、受け付けたもんですから、ものすごく驚いたことがあります。昭和60年代に入ってまでまだそんなことが続いていたんだと。これ凄まじい放置なわけですよ。でですね、私これ厚労省本当に考えてもらわなきゃいけないと思うのはですね、一人一人別の注射器や器具を使うっていうこと、これまたもう戦後すぐならまだもしかしたらしょうがないっていうところがあったかもしれない。でも昭和63年までそれ続けていたわけですよ。放置していたわけですね。でこれね、厚労省繰り返してるわけですよ。この B 肝の問題だけじゃなくてですね、同様に C 型肝炎、血液製剤もそうですし、それからですね、ごめんなさい、C 型肝炎などもそうですし、そういった放置を繰り返す、その状況というのは、実は私が再三最近お願いしているですね、日本全体では病床数が余っているのにもかかわらずシステムがないがために、一部の大都市圏で患者数が増えたときに医療が逼迫して十分な医療ができずに若い方まで結局のところ亡くなるような状況を招いていると。これ私は将来になればですね、少し起きてもおかしくないと思ってるんですよ。やれることがあるのに分かっていながら1年も放置している。前にもちょっと申し上げましたけども、フランスなんかはもう去年の3月に国内肝移送はしています。ドイツは去年の3月にスペイン、イタリア、フランスから受け入れてます。それを先日私、田村さん、厚労大臣に申し上げたところですね、山の壁があるとか、ちょっと今ここは日本なのかというようなびっくりするの2時間の壁がある、で移送が間に合わない、いや新幹線はないんですかと、ドクターヘリはないんですか、自衛隊には輸送ヘリがないんですかというお話なんです。実際に九州や沖縄では普通の船で行けば2時間以上かかるところ、車で行けば2時間以上かかるところ、平気でドクターヘリで運んでます。私はこの同じ過ちを、先ほど言ったのはそうでしたね、B 型肝炎、C 型肝炎、薬害エイズ、またやるのかって話なんです。放置した挙句に死人や亡くなる方や重篤な健康被害のことをいっぱい出してと。私はもう早急にこれを、この件を、なんていうの、反省材料として大臣には今すぐその自治体間の輸送システム、患者の輸送システムを作ってもらいたいと思うんですけど、その件点について大臣のご見解をお伺いしたいと思います。田村厚生労働大臣。思い方といいますか、エクモを使っている方に関しては、これ日本集中治療医学会等々に委託しましてですね、重症者治療搬送調整等支援事業というのがあって、これは医師を派遣した上で対応するというのをこれやっていただいております。で、ECMO の患者ってはあまりおられませんので、基本的には人工呼吸器で、ドクターヘリの話も出ました。私自身もドクターヘリの議員連盟で今も国会議員やってるのかな、応援している、立場の国会議員なんですが、一つやっぱりその呼吸の話なので、気圧の問題があるというのがあります。それからどうしても人工呼吸器、ECMO の方がかえってですね安定している状況であって、人工呼吸器の場合は何が起こるかわからないという中で、ドクターヘリのスペースですとなかなかいろんな器具等々を持ち込んで何かの時に対応できない。これは実際問題、ドクターヘリの関係者の方々にお聞きしました。やっぱりなかなか難しいと。で、搬送はすでにご承知の通り、大阪市がで1件
ありますが、これもですね結局また大阪に戻っている、まあ、理由はよくわからないんですが、人工呼吸器つけたまま大阪に戻られたという話であって、その後やはりその、まあ、これは言っていいのかどうなのか分かりませんけれども、県民からもいろんなお声があられたようであります。でそういうことをまあ考えますとですね、もともとやはり広いところで、前から申し上げているように滋賀は滋賀で滋賀も大変なんですよね今。ですから要は移動できるところというのは感染症ですから、その感染エリアから人が行くんで、そこも感染しているという状況の中でありますので、今おっしゃられた通り、まあ、ドクターヘリを全国中に飛ばして、まあ、北海道は今大変でありますけど、例えば東北地方にというような話であれば対応できるのかも分かりませんけど、なかなかですねこの感染症、この疾病というのはドクターヘリもなかなか適しないという状況の中でですね、それは考えないから悪いんじゃないかと言われるかも分かりませんけども、いろんなことを検討しますけど、なかなか難しいというのが現状であるということであります。青山正幸君。はい、まあ、事前にレクの時点ではですね、前向きな答弁がいただけるかのような感触もあったわけですけど、結局また同じ話ですね。別に重症者じゃなくたっていいわけですよ。重症者になる一歩手前の方、それを早手回しに搬送してもいいし、別にドクターヘリじゃなくて自衛隊のもっと大きい輸送ヘリありますよね。でご承知だと思いますけど、ドイツなんかエアバスを改造してものすごいの作って、それこそ気圧の問題だったらありますよ。だけども海外飛ばしてももう人工呼吸つけたままで輸送してる、ご承知のはずなんですよ。でフランスは TGV をですね、去年の3月の時点ですでに改装して患者輸送してるわけです。新幹線だったら気圧の問題もありません。そのできない理由をいつまでも並べ立てて、例えば全国に4200からの重症者病棟があって、そのうち1200しか使ってないのに、3000も余ってるのに医療逼迫だの何だの言って、全国には3万でしたか、それ以外の病床があって、そのうち1万しか使ってないのに2万も空いてるのに入れないで若い方なくしてて、一体いつまでその議論してるんですか。やれるための検討っていうのを、じゃあ何としてもやろうと、そのためにいいアイデアはないかという検討を内部で1回でもやったことあるんですか。大臣、田村厚生労働大臣。ですからですね、各都道府県には要は必要な病床数の整備をお願いをし、今5月のでだいたい上がってまいりました、5月中にと、私2倍感染者が増えてもというようなお話でお願いしたんですが、事実2倍以上の病床を確保している、まあ、そういう計画の都道府県も出てきております。でありますと、そういう対応をお願いはさせていただいているわけでありまして、委員のおっしゃられる意味もよくわかります。私も手をこまねいているわけではございませんでして、いろんな対応は検討いたしておる中においてですね、今現状急速に感染が伸びる場合にはなかなか対応できない地域が出てきておるということであります。青山正幸君。いや、質問に答えてください。私は自治体の枠を超えた移送について内部的な検討をちゃんとしたことがあるんですかと言ってる。今全然違う話をされた。したことがないからそういうことをおっしゃってるんじゃないんですか。どうですか。田村厚生労働大臣。内部検討といいますか、事実はやっぱり都道府県単位で基本的には病床確保をお願いしておりまして、事実ですね、どこもかもやっぱり感染拡大してきているという状況があるのは事実であります。もちろんその中には濃淡がありますから、重症化病床等々空いているところもありますが、しかし比較的都心部っていうのはご承知の通り感染が拡大しやすいというのはご理解いただいていると思いますし、今もやはり政令都市感染が拡大している地域非常に多くございます。で地方のいろんなところでは病床が空いているところもありますが、そういうところもですね、結果的には一つクラスターが起こると重症者がパッと出ると、もうそれで満床になってしまうと。事実三重県なんかもあっという間にですね、病床が埋まっていくという状況になるわけでありまして、そういうことを考えると、その委員がおっしゃられるみたいに全国中をうまく、なんて言いますか、マッチングしながらというのは、その地域はその地域のやはり計画の中においてその病床確保しているものでありますから、なかなかそこのところに対してのうまい対応というものをご理解いただきづらいという事実があるということは、ご理解いただきたいというふうに思います。青山正幸君。私はっきり申し上げます。今、政府自民党内閣の支持率下がってます。理由は一つです。やるべきことをやらずに、あまり効果的とも思えない。飲食店を閉める、百貨店閉める、お酒出すな。で景気はだだ下がりです。で今言ったように EU は去年の3月にもうだから発生してから1ヶ月ですよ。やってることを1年経ってもやれない理由ばっかり言ってる。ほんな支持率下がるに決まったじゃないですか。厚労省ができないからワクチン接種だって河野担当省が出て自衛隊が出てるんでしょ。
本当はこれ厚労省がやるべきことじゃないですか。でも厚労省に任せたら今みたいに言い訳ばっかり言うからこういうことになってる、その自覚あるんでしょうか。最後にもしお答えいただければ。田村厚生労働大臣。私が力がないことはもう申し訳ないと思っておりますけれども、それこそ内閣を挙げてですね、このワクチンも含めてコロナ対応をしておりますので、私だけがコロナ対応しているわけではなくって、いろんな感染防止等々も含めて西村大臣にもご活躍をいただいているわけでありますし、その中においてワクチン担当をこの大臣にしていただいているわけであります。で、実際問題動いているのはその中でやはり厚生労働省であるということでございますので、まあ、私自身が力ないことをお詫びを申し上げたいというふうに思います。青山正幸君。最低限検討くらいしてください。大臣の話聞くと知り合いに聞いただのそんな話ばっかりです。これだけ大事なことを今だってそうでしょ、聞いてみるとって言うと平野で広がるとかなんとかって話じゃないですか。これまたやらせていただきます。検討はしてください、正式にお願いをして、本日の質問は終わります。ありがとうございました。次に行った。